はい、格闘速報ニュースです。本日の一つ目のニュースは、那須川天心格闘家防御力ベスト3発表。3位は同門の寺山涼雅選手、ライズ女子チャンピオンの寺山葵選手の弟です。2位は久保優太選手、元 K1 王者、ライジンデビューした天才スナイパーです。奥さんのサラさんは巨乳です。1位が志郎選手です。つぶやき志郎選手並みに花のない選手です。ちなみに攻撃力は3位がタケル選手を唯一戦ったライズの京谷選手です。2位は MMA のウオイフルスイング選手です。1位は木村フィリップミノル選手です。次のニュースに移ります。オギチャンネル告白、ライジン29、ライジン30と試合再生数最下位とのことでした。やはりファン0人説ファイターであったことが証明されました。次に久保優太選手のニュースです。久保優太選手は次にライジンで戦うとして、平本蓮選手とは戦いたくないとのことでした。 K1 の選手ではなく MMA 選手とやりたいとのことです。まだ平本の蓮くんは MMA 選手として認識されてないようです。次に行きます。サトシソーザライジンランドマークを予想です。まずはバンタム級最弱の最弱、渡辺修と VS 内藤のび太の弟の戦いです。こちらはのび太の弟の勝利です。今成 VS 寒天たけしですが、寒天たけしの勝利です。修と元王者怪物くん VS プロレスラーですが、こちらは怪物くんの勝利です。朝倉未来 VS 萩原の強兵ですが、こちらはレベルが違うということで朝倉未来の勝利予想でした。次に行きます。朝倉未来ブレイキングダウン動画を全て公開です。ブレイキングダウンの大会の動画を全試合 YouTube にアップしていました。できれば女子のビキニを着たブレイキングダウン女子大会も見てみたいものです。次に1ロードトゥーワン大会において1日本人ほぼトップ級の和田辰光 VS 竹中大地戦がメインイベントで行われることが決まりました。かなりシビアな実力者の戦いとなります。また1においてデメトリアス・ジョンソン VS ロッタン選手のキックと MMA のミクスドマーシャルアーツルールの試合が組まれる予定でしたが、ロッタン選手がコロナのため中止になりました。残念です。次に八千雄介選手に勝った大原樹里選手が自分のことを日本ライト級1位と宣言しました。宣言したもののサトシソウザと戦えばいいのではないかと言われたところ、時期尚早だと逃げました。次のニュースです。ライジン31の対戦カードが17時から発表されます。斉藤豊選手の相手はグラチャン王者の山本拓也選手と噂されていますが、どうなるでしょうか。次です。10月30日に行われる UFC267 バンタム級タイトルマッチ、アルジャメイン・スターリング VS ピョートル・ヤンですが、スターリングが怪我のため欠場です。その代わりサンドヘーゲン選手が代わりに出るようです。逆にサンドヘーゲン選手との戦いが見れるので楽しみになりました。本日の格闘ニュース速報は以上となります。さよなら、さよなら、さよなら。